レオンティムドライザイトルはドイツケルン出身のアイスホッケー選手。ポジションはフォワード。ナショナルホッケーリーグのエドモントンオイラーズに所属しており、オルタネートキャプテンを務めている。故郷ドイツでアイスホッケーをはじめ、北米のウエスタンホッケーリーグを経て、2014年にドラフト一巡目でエドモントンオイラーズへ入団した。2020年にはドイツ出身の選手として、 初めてアートロストロフィーを受賞した。北米英語圏のメディアでは、ドライサイトルと呼ばれる場合があるが、IPA 表記では、有性死形摩擦音であるため、ここでは、ドライサイトルと表記する。父のペータードライサイトルは、同じくアイスホッケー選手で、アイスホッケー世界選手権、アイスホッケーワールドカップ、冬季オリンピック等を含む146試合に、ドイツ代表として出場した選手である。 地元ケルンのホッケークラブ、ケルナーハイエで幼少期を過ごし、2009年にアドラーマンハイム参加のユースチームに加入した。2011から12シーズンではチームを国内チャンピオンに導き、最優秀選手賞も受賞した。北米ウエスタンホッケーリーグのプリンスアルバートレーダースからドラフト指名を受けて入団。レーダースで2シーズンプレーした。 2015年1月にトレードでケローナロケッツに移籍するとチームは同シーズンの WHL チャンピオンシップに進出19試合で28ポイントを記録しプレーオフの MVP に選出された2014年に行われた NHL エントリードラフトにおいて全体の3位でエドモントン・ウォイラーズからドラフト指名を受けたドイツ出身の選手としては 史上最高位でのドラフト指名となった。2014年8月12日に、エドモントン・ウォーラーズとエントリーレベルの3年契約を締結。同年の開幕ロースター入りを果たすと、10月9日のカルガリー・フレームス戦で NHL 初出場を果たし、10月24日のカロライナ・ハリケーンズ戦で初ゴールを記録した。 ルーキーシーズンとなった2014から15シーズンは37試合に出場し2ゴール4アシストを記録した。2017年8月16日にオイラーズとの契約を更新し8年総額6800万ドルでサインした。2018から19シーズンは初のオールスターゲームに選出された。2019年4月6日にはシーズン50ゴール目を記録。 1>, 1シーズンで50ゴール以上を決めたのは、オイラーズ史上6人目となる。このシーズンは、最終的に105ポイントを記録し、ニキータ・クチェロフ、コナー・マクデービット、パトリック・ケインに次いで、ポイントランキング4位という成績を挙げた。ちなみに、シーズン合計100ポイント以上を記録したのは、オイラーズ史上9人目となる。二千十三年、二千十四年に行われた、世界ジュニア選手権に、 ドイツ代表として出場している。2014年大会ではチームのキャプテンを務めたがアメリカ代表との試合中に反則を犯し1試合の出場停止処分を受けた。2014年のアイスホッケー世界選手権及び2018年の世界選手権にもドイツ代表として選出されている。ありがとうございます。